タゲホーキャシーです。今回の動画では私が実践してきた勉強に集中する方法を5つに厳選して紹介していきたいと思います。まず1つ目、勉強する空間とくつろぐ空間を分けることです。アメリカで生活していた時、部屋に勉強用の机以外にベッドがあったり、人をダメにするソファーがあったりしました。やっぱりベッドとかソファーとか安らぎを楽しむものが視界に入ると、ちょっとベッドに入ってゴロゴロしようとか、ソファで教科書でも読もうとかになりやすいんです。でもそうするとどうしてもすぐ眠くなるんですよね。まだ通常の寝る時間まで6時間あるのに、眠くて眠くて昼寝したくなって30分寝るつもりなのに、目が覚めたら何時間も過ぎてしまったことがよくありました。起きたらすごく後悔して、また勉強モードに入ることがとても難しいです。私は実はこの前とある検証をしました。どういうものかというと、勉強する空間とくつろぐ空間を分けた部屋と分けてない部屋でそれぞれ3日間勉強してみました。ベッドルームで勉強していた日の勉強量は、書斎で勉強していた日の勉強量より3分の1落ちています。なのでベッドルームで勉強せざるを得ない方もいらっしゃるかもしれませんが、なるべくそのベッドだったりソファーが視界に入らないように工夫したり、図書館で勉強したりするのがいいと思います。続いて2つ目は姿勢を正すことです。ご存知の方もいるかもしれませんが、私は作業用動画でよく立って勉強しています。なぜ私が立ちながら勉強しているかをお教えしたいと思います。まず1つ目、立って勉強すると眠くなりにくいんです。これは特に最近痛感していて、座って勉強すると机に突っ伏して髪を取ってしまいますよね。別にすごく眠いわけでもないのに、心地よすぎて眠気が襲ってきます。無理して眠気を覚ましたくても情報も何も頭に入ってきません。それで効率が落ちて、何時間勉強しても時間の無駄になります。それを避けるためにあえて心地よすぎないように立って勉強しています。続いて2つ目の理由は、長時間座っているままだと腰がやられます。もうキャピは悪い癖があって、座っている時はあぐらをかいたり片っぽに全体重をかけたりします。そのせいで腰痛にかなり悩まされているんです。飛行機に乗る時はもう死んだ方がマシだと思うくらい腰が痛いんですよね。頻繁に立ってプラプラしないと姿勢がだらんってなって悪循環に陥ってしまって、すごく大変な思いをしやした。話がそれちゃった。私だけかもしれませんが、長時間椅子に座って勉強することができないので、集中力が切らないようにスタンディングデスクで勉強しているようにしています。スタンディングデスクのメリットについてまた詳しく動画を撮りたいので、詳細はまた別の動画でお話しします。もちろん普通の人は座って勉強する場合が多いと思います。その場合は背筋をピンと伸ばして、首に負担がかからないように机の高さを調整して、足がちゃんと床につくように椅子の高さを調整したりすることがおすすめです。勉強を優先して健康を後回しにしてしまうと元も子もないので、勉強がはかどるためにまずは姿勢を正すことからやりましょう。勉強により集中する方法3つ目は、頻繁に休憩を取らないことです。これは賛否両論かもしれませんが、私は休憩をいっぱい取るやり方と休憩をあまり取らないやり方を両方やったことがあります。これは心理学で勉強したことあるんですよ。人間は基本的に怠け者なんです。みんなグデグデしたくてたまらないんですよ。楽できるんだったら絶対に面倒くさいことやらないんじゃないですか。休憩取れるんだったら絶対誰も勉強なんてしたくないんですよね。なので私は両方やってみて、休憩の回数がより少ない方に定着しています。勉強のマインドセットから一回離れて息抜きしてしまうと、もう一度勉強前の集中モードに入るのって
すごくハードルが高いんですよね。自分に、ああもう私は十分頑張ったから10分でも休憩しようと言い聞かして、キッチンからおやつとか飲み物を取って、スマホの通知を確認して、ちょっと友達と兄弟とお話しして、あれもこれも休憩時間にまとめて全部やろうとすると、いつの間にか1時間が過ぎてしまった、やべえ勉強に戻らんとって、急いで机に戻ってでめちゃくちゃ後悔するみたいなことが起こるかもしれません。私も実際にやらかしたことがありやす。しかもせっかく勉強モードに入れたのに、自らその集中力を途切らして勉強すること以外のことに気力を使うのって、そもそもエネルギーの無駄だと思います。皆さんも経験したことがあると思いますが、勉強し始めることこそ一番難しいんですよね。人間という生き物は勉強をスタートさせることが最も不得意だと思います。でもいざ勉強し始めるともうやるだけですよね。だからたくさん休憩を取ることって、毎回毎回そのハードルを乗り越えないと休憩前と同じくらいの集中力で勉強することができないんですよ。もちろんトイレに行ったり水分補給をしたりすることは大丈夫なんですが、基本的には勉強モードから離れない方がいいと思います。では具体的にどうすれば休憩の回数を減らせるのか。それは勉強する前にこの数時間で必要なものをあらかじめ用意してあげることです。水筒とおつまみを用意する場合、この丸々時間の間にはこの分量で補うと前もって決めます。そうすることによって勉強途中にどれぐらい用意すればいいかなど余計なことを考えることがなく、集中力も途切れなくなります。続いて4つ目のコツは、スマホを手が届かないところに置くことです。言うまでもなく、勉強に集中したいのであればスマホを手元に置くことってすごく危ないんですよね。少し前までの私は本当にスマホ依存症がひどかったんですけど、それをどう解消できるかいろんな方法を試してきて、ついに効果的なスマホ依存症を対策する方法を見つけました。アメリカで暮らしてた時はスマホを閉じ込めるロック付きの箱を買って作業効率が劇的に上がったことがあるんですけど、日本でも入手できるかどうかわからないので、同じくらいの効果が見られる方法を紹介していきたいと思います。簡単に言いますと、自分とスマホの間に大きなバリアを作ることです。どういうことかというと、スマホを取りに行くのに何十歩も歩かないといけないところに置いたり、踏み台がないと届かない高い棚の上に置いたり、あるいは一緒に住んでいる人に隠してもらったりすることです。いろんな方法があると思いますが、ちなみに私はスマホを寝る部屋に置いて、上の階にあるこの部屋で勉強しています。スマホを触りたいのは変わらないけれど、下の部屋に行ってスマホを取るのってすごく罪悪感が生まれるんですよね。この道のりを長くすればするほどその罪悪感が生まれやすいです。その罪悪感をうまいこと利用すれば、スマホ依存症から脱却することができるかもしれません。要はあえてスマホを触ることに至るまで面倒くさいことをしなくちゃいけない仕組みを作ることです。遠いし面倒くさいから勉強した方が楽って脳を騙して、徐々にスマホと面倒くさいをリンクさせることがポイントです。もしかしたらこれは面倒くさがりのキャピだからできたことかもしれません。最後の5つ目、机に勉強道具以外何も置かない、視界的情報量を減らすことです。密度が高い勉強がしたいと思われている方にぜひ一回意識してほしいことは、勉強する空間にあるものの量です。テーブルや勉強する部屋に物がいっぱいあると、無意識的に脳ってその情報を処理するためにエネルギーと時間が取られてしまうんですよね。
ってなると本当は勉強したいのに周りにあるものにエネルギーが取られちゃって集中力と判断力が落ちてしまいます。だから私自身は基本勉強や作業するときに必要なものしかテーブルの上に置かないようにしています。テーブルと同様に部屋に物がいっぱい詰まっている状態だと気になるものを見たら思いつきで手に取ったりしかねません。気がついたら何時間も経ってしまって貴重な勉強時間が奪われていってしまいます。例として私の勉強机を見ていきましょう。これが私の勉強机です。机の上にはパソコン、充電器、参考書、イヤホン、メモ用紙、電卓、必ず使う文具類です。あと観葉植物1個です。テーブルの前には開放的な空間で目の前に壁がありません。便箋とか何かしらの紙を貼る場所がないので顔を上げたとしても視界に入る情報は極めて少ないです。もし皆さんのテーブルの前に壁があるとしてもできるだけその壁に何もかけない、貼らないことをおすすめします。普段から貼ってあるものを勉強に飽きちゃってじっと見てぼーっとすることもなくせるかもしれません。ただ観葉植物一つ置いてもいいと思います。植物って人間の脳をリラックスさせる効果があるらしいので勉強に飽きちゃった時に眺めるといいと思います。ぐでたまも同じです。以上、勉強により集中できる方法を5つご紹介しました。1つ目、勉強する空間とくつろぐ空間を分けること。2つ目、姿勢を正すこと。3つ目、頻繁に休憩を取らないこと。4つ目、スマホを手が届かないところに置くこと。5つ目、机に勉強道具以外何も置かない、視界的情報量を減らすことの5つでした。ぜひ皆さんに参考になるものがありましたら実践していただけたらと思います。これ以外の方法がございましたらコメント欄で皆さんとシェアしてください。ということで今回の動画を終わりしたいと思います。皆さんの勉強を応援しています。チュース。